は、2007年に、数奇教に任命されたメキシコ出身のカトリック教会の聖職者である。現在、グラダラハラ大主教を務めている。それ以前の2003年から2011年までは、モンテレー大主教を務めていた。また、2012年の11月のメキシコカトリック主教会議で、トラルネ・パントラシュト大主教、 カルロス・オグ・ウィー・ハー・リーツの退任に伴う選挙で議長に選ばれた。フランシスコ・ロブレス・オルテガは、フランシスコ・ロブレス・アレオーラ、テレサ夫妻の6人の子供の3番目の子として、マスコータに生まれた。彼は、アウトランの昇進学校で人文科学を学び、グアガラハラの神学校で哲学を学び、さらにスペインのサモラの神学校で進学を学んだ。 1976年7月20日に彼は、ホセ・バスケス・シロス司教によって司祭に除解され、1979年まで、ローマのグレゴリアン大学で学び、STL を取得した。メキシコ帰国後は、彼はアウトランの司教総代理を務め、その神学校では、哲学と神学を教えた。1990年に7月に、バスケス・シロス司教が死去すると、教区管理者に指名された。 1991年4月30日、ロブレスは教皇ヨハネ・パウロ二世によってトルーカの補佐司教に指名された。彼はトルーカ大聖堂でアルフレード・トーレス・ロメロ司教により司教除会を受けた。ロブレスは1995年10月15日のトーレス・ロメロ司教の司教に伴いトルーカの教区管理者を務め、翌1996年6月15日に トルーカ主教となり、同年7月15日に着座した。その後、2003年1月25日に、モンテレーヒロツカサ教に移動、承認した。2007年11月24日の数期教会議で、教皇ベネディクト16世はロブレスを数期教に任命した。数期教となったロブレスは、2029年の3月2日に80歳を迎えるまで、 あるいはそれまでに死去するかしない限り、コンクラーベの参加資格を保持することになる。2011年1月5日、彼は新設された新しい福音宣教の推進のための司教会議の最初のメンバーに指名された。2011年12月7日、ロブレスス・スウキ教は、定年を迎えたファン・サンドバル・イニゲス・スーキ教のグアダラ・ハラ大司教の職を継承した。その結果、 モンテレー大司教座は空位となったが2012年11月24日に彼は社会的コミュニケーションのための司教会議のメンバーの一人ロヘリオ・カブレラ・ロペス司教をモンテレー大司教の後継に指名した。モンテレー・ヒロツカサ教だった時にはロブレスはドラッグ売買による社会への段階的なドラッグ浸透を阻止するための行動を取るための国の政党や組織に招かれてきた。 カルロス・サリナス大統領政権下で新自由主義による世俗主義が推進され、政教分離を規定した憲法3条が一層の教育における政教分離を規定するために改定されるときには、ロブレスは、私たちは憲法第3条を改定のための裁判所の判決に基づいての憲法改定の提案に反対する。なぜならこの改定は宗教の主題を排除した上で、 私立の教育機関においては、世俗主義を力づけ、若い世代に道徳的価値を教育するからであると発言した。ロブレス大司教が23人の新しい数奇教の一人として指名されたとき、アナリストらは、バチカンは、謙遜を受け入れるために貧困と単眼と信仰とを擁護する聖職者を選んだと言った。ロブレスは、家族は自然な制度であり、 社会の基礎であると言ってきたし、家族のような重要な制度をとって変わらないように、それを守ろうとする新しい法律に反対する人々に警告した。ありがとうございます。